詩人層っていうらしいの。去年の合宿中に女子部員が一人行方知れずになっているんです。謎の脅迫状、湖畔のペンション、行方知れずの女子部員、興味のあるお話では。ゾンビは本当にいたんですよ。僕は一度も犯人を当てたことがないんです。面白いことが起きそうだ。この事件は前代未聞の殺人事件。どうやって部屋に入ったのか、犯人はゾンビなのか人間なのか。目の前で起こった出来事によって未来に何が起きるのか、君にも分かるはずだ。さっぱり分かんないです。どうなってんだよ。やだ、ごめんなさい。ゼアゼアじゃねえんだよ。下の役ザケッサー。詩人層の殺人。